私に嘘をついてみてほしいだと、うんうん。無視をしているわけではない。何と言えばいいか考えている。賢者様の世界の文化を私なりに思い切り楽しんでみたいのですが、嘘を考えるのは少し難しいですね。 リケのお菓子をうっかり食べてしまったという嘘をついてみようと思うのですが、どうでしょうかああ、でもリケを悲しませてしまうかな。うーん、難しいですね。今日はみんながめちゃくちゃな嘘を言うから面白いな。さっきなんて、広間でムルとソファーがワルツを踊って、ラスティカがオケで伴奏してるとか、え これは本当もう今日はみんなが嘘をつくので何が本当なのかわからなくなってしまいます嘘をついてはいけないと注意をしなければいけないのはわかっているのですが少しだけワクワクしてしまうのはなぜでしょうか 今日のおやつはチュラスじゃ。シュガーかシナモンかも選べるそうじゃよ。と広めてネロに聞かせれば嘘も本当になると思わぬかキャッキャッ今夜はごちそうじゃ。なんとみんな大好き豪華なフルコースじゃよという嘘を広めてネロに聞かせれば嘘も本当になると思わぬか へえ今日は嘘をつく日なんですかどうでもいいですけど暖かくて今日は昼寝日和ですねこの左目実はカインのものじゃないんだ奪った後なんだか美味しそうに見えて食べちゃったんだよねって言ったら あいつはどんな顔すると思う今夜はごちそうらしいじゃねえかは嘘おい誰だそんな嘘を広めたやつ俺様がぶっつぶしてやるおい中庭に子猫が来ていたぞあいやこれは嘘じゃない。 君は今日一日でどれだけ騙されたんだ実はファーストは俺の父親なんだ。ふん、さすがに騙されないか。今日は嘘をついてもいい日なんですよね。シノを驚かせてやりたいんですけど、いい嘘が思いつかなくて。よかったら、 賢者様も一緒に考えてくれますかおいおい、なんで今夜はご馳走だなんて話になってるんださては、誰かが嘘ついてやがるな。しかたね、今夜は少しだけ豪勢な食事にしてやるか。<laughs> 嘘を嘘じゃなくしたら怒られんのかね。 本当は、私が賢者の魔法使いの中で、最年少なんですよ。<laughs> 疑っていらっしゃいますか大人になる魔法を解いて、痛いたいけな少年の姿に戻って差し上げましょうか賢者様、俺、恋人ができたんだ。誰って、君だよ。 昨日そう話したじゃないか。ははははなんてね君の驚いた顔って面白い嘘をつく日か。えー、っと、何かみんながびっくりするやつ。びっくりして、その後楽しくなっちゃうようなやつ。 ああ、何も思いつかないや。ムルに相談しに行こうかな。賢者様、今朝は小鳥の歌声で、まだ日が昇り始めた頃に目が覚めたのです。<laughs> これは嘘じゃありませんよ。その代わり、今、とても眠いです。 フィガロ先生は嘘なんてついたことないからないやこれが嘘なのは良い魔法使い代表としてあまりよろしくない気がするちょっと今のなしでもいい実は私たち賢者様の魔法使いはみんな兄弟なんです うーん、やっぱり嘘をつくってなれませんねフィガロ先生がまた分かりにくい嘘をついてみちるに怒られていましたそろそろ俺のところにもやってきそうですね賢者様実は僕北の魔法使いに憧れているんです。 画撮で性格は悪いですけど、強いし、かっこいいし、頼りになるし。えへへ、僕なりに嘘をついてみました。え本当に嘘なのかってあ、当たり前ですよ。